ヨガバービー肌色比較とボディ交換。左からパープル、パープルピンク、ピンクと並んでますが、色がわかりづらいので脱がせます。じゃじゃん。色の違いはこんな感じ。一番白いパープルには、フルーツスタイルのブドウちゃんやスクエアのブルーちゃんがぴったりだよ。 今回はドライヤーで首をよく温めます。やけどや熱で髪の毛が縮れないように注意して、丁寧に速やかに外します。ヨガボディのヘッドも同様に、ジョイントを傷めないように外します。成功するポイントはヘッドをよく温めて、柔らかい状態にすること。でも、もちろん失敗も十分にあり得るので、チャレンジは自己責任で。ところで、 今回は大成功。ぶどうちゃんよかったね。スクエアブルーちゃんもバッチリ。もうなんて素敵。うっとり。そうそう。前回の跳ね上がり前髪ちゃんですが、この状態で乾燥したところで全然ダメで、とりあえず濡れないようにラップでくるんで輪ゴムで押さえて、ドライお湯ポチャやってみました。結果は、 はあ。ドドーン。まあまあ、いいかな。肌色はヨガピンクとぴったりです。2000年前後のバービーは美人で小顔なんだね。ヨガボディに乗り換えてさらに可愛くなったね。うっ。あたたたた。しびれたー。ああ、もう撮影ストップ。 終終わり終わりりたあがご視聴いただきありがとうございました。バイララ。